男の夢が詰まったご褒美という設定。新アニメ魔と聖兵のスレイブ第1話の反応集&感想どうぞ。屈服の時間始まった。開幕この物語はフィクションです。空の村を焼くアニメ。アバンから村焼き打ちアニメとは飛ばしてんな。もっと泣いてくれ。難解一な作品と聞きましたが、これは私が俺が総組長ヒーローを目指す物語らしい。とにかくめちゃくちゃ鬼頭あかりさんということは分かった。1話からオープニングのあるアニメ来た。第1話から通常オープニングのアニメは名作。靴舐めようとしてるけど。オープニングで靴を舐めるアニメは、これ本当に地上波で放送して大丈夫だったやつ。月夜のベルちゃんがオープニングに出るまで諦めないぞ。この作品もそこそこのアニメと聞いてきたのですが、間違ってないですか？オープニングのあかりんの曲良すぎる。鬼頭さんだんだんと歌うまくなってるな。映像とかもめっちゃ動いててオープニングかっこよすぎる。原作読んだことないけど、タカヒロってことはまさかね。オープニングの最後のカット、回が進むごとに女の子が増えそう。なんだこのババア会議。まずは日常生活からスタート。異世界ものではないのか。何これ、どういう世界線。めっちゃ教室きれい。アニメ特有のワンカットで部屋をピカピカに掃除するスキルをください。男は生まれた時点で人生ハードモード。男に厳しいアニメ。なるほど、男女逆転世界か。当然のように浮遊する世界観。なるほど。家事能力が超人的すぎる。姉ちゃんに鍛えられた。意味深。お仕置き。コブラツイスト。女子には異能の力があるってこと？女さんが優遇されてる世界かよ、クソだな。幼女きた。女だけが超能力を発現する世界で、なぜか男でただ一人超能力がみたいな話ですか。モブ幼女のクオリティよし。子供の兄弟がはしゃぐアニメはふーん。キリグリッドマン。シャワーシーンじゃないのに湯気きた。異世界手にした。異世界から異世界に来た。ここから非日常に突入するわけですね。急に災害に見舞われてしまったら。アプリの声なお坊だ。異世界に飛ばされるのは割と頻繁にあるってこと？エヴァの使徒みたいな敵が出てきた。いきなりハードモードすぎる。地震だったりまた災害だったり、ジャパン大変すぎだろ。なるほど、身動き取らないと即死ですね。白目。周期の見た目結構怖いですよね。屈服の時間だ。新妹魔王か。屈服の時間だ。僕はもう屈服してます。たわわな人が出てきたぞ。ソウルソサイティの死神みたいなもんですか。京香さんかっこいい。やっぱり面白フォントテロップ出すタイプのアニメだこれ。いちいち名前そのスタイルのテロップで出すのね。じわじわくる。あかりんに勝ってもらえるの。下噛むくらいのスピードなんか。女さんゾロゾロ。自動車という概念あるのかこの世界。キャラがいっぱい出てくる。テロップのフォントが魔乳飛剣長に似ているから確かに期待できる。名前の出し方がかっこいい。漫画で途中まで読んでたけど、こんなにカラフルな頭してたんや。ジークとかあるならなんでそんな変な生き物に乗ってるんです。割とがっつり抱きついてる。京香さんイケボすぎてかっこいい。余計なことも何もまだ何の力もない一般人でしょうし。千里眼発動してる姉ちゃんかわよ。正気なら達夫のスライムに任せれば一発なのにな。この世界では女性がお強い。可愛くて強い女子たちにドキドキ。巨大化できるの？でっかくなっちゃった。大きくて大きいですね。つまり戦闘向きじゃない能力もあるんか。これはなかなかヤバいかもしれん。魔防隊ってタグが魔防隊ってそういう意味やったんか。動く7番隊にめっちゃ興奮してる。えい、パート数分で CM 入った。これはリーパートが濃厚な予感。金髪ちゃんの脇へ。さっきのモブ小学生ちゃん。え、もう一人被害者いる？的災害エグすぎんか。そんな通りすがりの幼女よく覚えてたなお前。あはははどこへ行こうというのかね。幼女が無事でよかった。戦闘シーンかっこよすぎる。戦闘シーンかっこよく仕上がってていいな。
バトル作がだいぶいいな。スフリは基本総長ではなく総組長なのか。能力と権利は別物なのか。ふざけんな、声だけ白身。物理的に消えるからリミットが分かりやすいオフだ。今何でもするって。何でもエッチなことも。ガチで見た目エスデスすぎる。ならば今から奴隷にする。性奴隷ですか。何でも回収されたな。京花さんの奴隷いいな。押し倒しきた。助かりたかったら奴隷になれ。屈服タイムきた。屈服の時間だ。従順になるまで調教した。なんでだよ、そうはならんやろ。今日も当たり前に変態プレイで日本は平和だ。無意識に美少女の指を舐めていた。うむ、いい変態っぷりだ主人公くん。そりゃ目の前に美少女の指あったら舐めるよね。今期は変身シーンが豊作だな。お前の変身バンクは別に。指舐めしたらフル甘化した。指を舐めたら凄まじい化け物に。指舐めると変身しちゃって飛んだドスケベだよ。主人公、奴隷適性ありすぎだろ。子供が見るにはまだ早いからね。屈服する才能があるのかい。変身した主人公、ブレイブルーとか格ゲーに出てきそうなデザインしてるな。素晴らしい、最高のショーだとは思わんかね。男が変身するタイプ珍しい気がするな。奴隷適性があったのだ、適当。ライドポケモン男強い。僕と契約して奴隷になってよ。マスターとスレイブ、聞かなくなった用語だ。ああ、こういう系のアニメですか。これアカメが切る。ノアレじゃん。同じタカヒロだし。みんな大好き合体巨大化じゃん。デカすぎんだろ。戦闘シーンの作り込み具合がめっちゃ凝ってて見応えバッチリすぎる。視界がゲームの無敵モードで暴れ回る画面みたいだな。突っ込めだのぶち込めだのいやらしい。スレイブって奴隷というか刺激するという意味か。ライドインパクト強え。戦闘シーンめっちゃヌルヌル動くな。主人公人間やめてるだろ。変身解けたら全裸になってていやんとかやれよ。お前はよ。僕もスレイブになればこの足を拝めるんですか。こいつじゃなきゃダメなの。飼われること決定。初っ端から展開が早いな。唐突なキスきた。ズキューン。ご褒美来たな、ハレンチですわ。ご褒美のキスじゃないですか。的聖兵のスレイブお得意の中心。代償ありがとうございます。任務が終わるたびにご褒美の時間だと。もっとエッチなこともしてくれるんですか。つまりもっと働けばもさせてくれるんですね。めっちゃ照れてるやんけ。その顔いいですね。ちゃんと恥ずかしがってるのほんと好き。ピンク空間来た。おい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 。おっと、これはエッチなお姉さん案件ですよ。能力の代償で体が勝手に求めちゃうんですか。ドスケベじゃん。体が勝手にスケベなこと始めるとか天才の発想かよ。ディティには分かりやすいご褒美だな。戦闘とエッチのギャップが良いね。これもしかして結構エロいこと毎回してくれる系のアニメ。どういうアニメか完全に理解しました。家族に毎週木曜24時までには寝てくれと願わずにはいられねえ。これはご褒美バージョンが期待できますわ。メスの顔しているな、ゆうきくん。初めてのチュー、君とチュー。シュッシュ、子供の相手しててにっこり。戦闘シーンとの温度差で風邪ひきそう。これ今後の展開考えて地上波いける。総組長になる働き必須だけじゃ済まなさそうですね。私生活だらしない系女子だな。家事ができるのは強いぞ。幼女を守ろうとしたのはポイント高いよな。覚悟を決めたか。自動的にキスができる最高の世界。やっぱりご褒美が欲しいんすね。主人公の理解が早いタイプの作品。こいつより有能なやつ見つけて脳を破壊してみようぜ。京花さんのご褒美もらえるならやるしかない。普通にストーリーも面白そう。ゆらぎ層みたいな量ではロス。量もでかすぎんだろ。カッコつけててくさ。これは入ると同時にラッキースケベですね。さっきの3人の女の子たち、でかいでかい小さい。信号機カラーリング好き。奴隷からの管理人来た。
組員じゃなくてまさかの使用人。1話で完全否定されてて草。女神寮パターンじゃねえか。管理人ってどこの女神寮だよ。女子寮の寮母が男と帰ろうげかよ。管理人、オタクがなりたい仕事だ。褒美がもらえるなら頑張りがいがあるでしょう。女子寮の管理人とか男なら一度はなってみたい職業の一つじゃん。レイちゃんかわいい。かわいい子ばっかやね。ピンクさん、小さすぎる。後輩ができて喜んでるネイちゃんかわいい。11歳、上司、ガチの幼女先輩じゃん。これがうちの寮の小さい先輩の話ですか。まったく小学生は最高だぜ。小学生上司とか普通に羨ま。京香さんの大きいのに目が行く。僕もネイ先輩にサポートされたい。剣族天パンレジュンになってしまった。俺もハーレムに就職してえよ。マレイタソエンディング来た。グリッドマン的声優陣多いな。これからご褒美が加速していっちゃう感じかしら。エンディングのお姉さんは何話で出るんですか。どんだけ女さんおるんだ。なんだこのべっぴんなお姉さんは。平和的な映像のエンディングですね。魔法隊の日常って感じでいいよね。このエンディングなら不穏なことにはならないか。なんかタカヒロってだけで身構えてしまう。警戒はしろ、己タカヒロ作品だぞ。戦闘描写もしっかりしていてちゃんとジャンプアニメしてた。女神のカフェテラスを連想させるようなエンディングだな。リアニのご褒美バージョンが1週間後でひどすぎるよ。本編来た。広瀬くん人間じゃないものになりがち。他にいません。いないとは言ってない。このピンクちゃんはまあ小先輩だよね。姉ちゃんには見せられないご褒美だ。もっと姉先輩に教えてもらいたい。本人の身体能力だけで敵倒して挽回。解説コーナー兼次回予告、2話で早速はだけますか。あ、そういうことか。回を追うごとにエッチになっていくタイプですね。あれもしかしてこれバカアニメなのでは。これはお風呂会が絶対あるな。うん、いいじゃないか。深夜アニメはこういうのでいいんだよ。週だけかよ。まあこれからどんどん過激になっていくんだろうけど。ご褒美がもらえるのは分かったが、初回は主張年齢制限の意味は感じなかったな。なんかこう、例えて言うなら高博が描いたジャンプ漫画みたいな話やね。つまり赤目でヒロインを間違えた反省してもう一度リブートした感じか。わかる。主人公のアーマーも赤目の時にそっくりだし。赤目は暗すぎてダメだったけど、これはなかなか面白くなりそう。つか長屋物だったのかよ。やっぱりエロでも隠しきれないジャンプ集があるな。11歳の子の大勝利期待してるぞ。こういう2000年代のエロコメディーでしか補充できない栄養素がある。これは視聴継続だな。エロそうなので視聴決定。女子寮の管理人やってるならヒロイン他の美少女たちとのラキスケに期待したい。男一人に周りは美少女ってのがあまり好きじゃないけど、これは設定が面白いから見れそうだ。なんだっけ、こういう戦うたびにエロいことしなきゃいけないアニメを見たけどタイトルが思い出せない。組長とかなんとかってブリーチの御定13体みたいな感じでいいのか。まあそんな感じなので、この組長の個人的な部下になる。要は陪審だな。というわけで、マト聖兵のスレイブ1話視聴させていただきました。ジャンププラス連載中の今期のエチエチ枠ということで満を持たしてなわけですが、その1日前に魔法少女に憧れての数々の限界突破な英知を見ていると、正直かなり物足りなさはあるのはわかります。それぐらいあっちのインパクトが強かった。でも原作を読んでる私としては、この1話で切らないでいただきたいとだけしか言えません。この1話の内容は連載1話目ってことで、最初だからかかなりエチエチ成分は抑えめです。だんだんとエスカレートしていくってのはほんとその通りだから、エチ成分目当てならマジでスロースタートだと思っててください。原作では普通に TKB が書かれてますのでね。魔法少女の逆パターン、アニメになって規制だらけはやめてよ。あと私はストーリーも結構しっかりしてて面白いと思ってます。決めるときは決めるシーンもいっぱいあるし、何より頑張る可愛い女の子たちがヌルヌル動くだけでも見応えがあると思います。今回を見る限りアクションシーンはあんまり心配なさそうな感じですし、作画も素晴らしい。1話の内容は読み聞成分もあり、アニオリとして魔法隊の面々の出番がかなり増えてましたね。
すでに核能力を触り程度ですけどもお披露目していたし、私はシュシュのでっかくなる能力が好きです。原作の現時点ではそんなに暗くなってなく、むしろ原作者さん目線だとしたらかなり明るいんじゃないかな。前作品を見たわけでないですが、少なくとも赤目よりかは全然とっつきやすいかと思われ、そして何より私が一番言いたかったのは、エンディングの映像を作ってくれたスタッフさんに感謝ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どの子に一番需要があるかを分かってんな、青いおいって感じの映像でした。正直この子が出てきてからが本番と言っても過言ではない。名前だけ教えておきましょう。出雲天下さんです。アニメとしても4話目か5話目ぐらいで出てくるかな。アニオリで先出ししてくれてもいいけどね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。